G7 サミット主要7カ国首脳会議とウクライナの和平案について協議する平和サミットに出席するため、イタリアとスイスを訪問していた岸田総理大臣が先ほど帰国しました。今回の G7 サミットでは、制裁で凍結したロシアの資産を活用した新たなウクライナ支援の枠組みで合意しました。 また G7 として中国の過剰生産問題に対し懸念を表明したほか半導体などの重要物資について国際的なサプライチェーンに悪影響を与えるような輸出管理措置を控えるよう求めました G7 首脳間で、えー、国際社会が直面する課題について結束して対応するこういったことを確認でき,るできたと たす一方、スイスで開かれた平和サミットの演説ではウクライナ国内の地雷の除去を支援する国際会議を来年、日本で開催する予定であるとして日本ならではの形で貢献していくと述べました。